fucking whores! You fucking whores! Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me! うるせえしばくぞ、お前。はい、ということで皆さんどうもこんにちは。はい、今回も、このバルディーズベーシックインエデュケーションラーニングというやつやっていくんですけど、はい、めっちゃ寝起きです。はい、めっちゃ寝起きでこのテンションでやってるって相当やばいよね。はい、ということで今回久しぶりにこのバルディーズベーシックインエデュケーションラーニングやっていくんですが、前回割と伸びてくれたんだよね、動画が。はい、ということでまあ続きやっていこうということで撮っているんですけど、まあ前回の敗因というものをしっかり僕自分で分析してあることが分かったんですよ。はい、まあ、僕に足りなかったものっていうのがね、気合。はい、ということでやっていきましょう。めっちゃ軽いノリですが、今回はこのクソ線香を縛いていきたいと思います。はい、何がハローハイだ、お前黙れよ。そのタラコ唇引き裂いてやる、俺が。はい、ということでちょっと操作が分かんなくなってしまうから、これでダッシュね、オッケー。右の何ボタンだこれ、R2 ボタンかな、使って、はい、ダッシュしていくということで、B で選択だっけな。あ、そう、 B で選択だ。うん、まあ、そんな難しい操作ではないからね、今回もチャッチャッチャッとやってクリアしていきたいと思います。で、このゲームの内容としては7個のノートブックがあるんですけど、ちょっと音がうるせえな。7個あるノートで、そのちょっと喋んな、俺が喋れなくなる。マルチタスク苦手な人間なんだから。ちょっと待って、先に問題解いちゃおうこいつ。9+4=13と、はい、 OK です。 OK、 ワオ、 You exist、 OK ということで、はい、説明するんですけども、お前喋んな、バルディ。間違えててもいいんで、7個のノートブックの問題を正解することでですね、はい、エグジットに行って、ゲームをクリアすることができるんですよ、というゲームでございます。はい、ちょっと朝なんでもう説明ガバガバのクソゴミなんですけど、はい、ちょっと僕でも何言ってるかわかんないので、はい、今回はスルーしていきましょう。0。はい、もうバルディさ、意味わかんない問題を出して、そうやってさ、自分のさ、なんかちょっともう今日は言葉が出てきません。トーク力ゴミかすです。まあ、いつもに関して、いつももないんだけどね、いつもないんだけどね、いつもあるかと言われたら全然ないんですけど、もうリアクションだけで言ってる実況者なんで、はい、そこら辺大切にやっていきたいと思います。うん、なんで無計画プレイでね、皆さんを楽しませていこうと思います。うん、ゲームマジで好きな人からしたらね、何なんだこいつって感じなんですけど、まあいいだろう。ねえ、もうやめてよ。あ、嫌なやつがいる。ふざけんなよ、粒。あれ、スルーできた。なんだったんだ今のは。こいついるね、いるね、ラリっちゃってんね。こっち行きます。はい、なんだろう、学校の闇的なところですかね、ここは。何かありますね。スクールルールズ、俺はルールを破らないことで有名な人間なんで、はい、こういうのは関係ないですね。さあ、ということでノートブックとハサミがありますね。ハサミはめちゃくちゃ使える。 2-2=0。 はい、 4-8-4。 はい、しっかり声に出すことでね。何これ、無理なんだよこれに関しては。はい、あ、でもいつもより声通ってるね。寝起きの方が俺逆にいいのかもしれないな。じゃあもうコイン捨てちゃいましょう。バルディからもらった生金は、生金賄賂ですよ、これが。これが賄賂ですよ。賄賂を使って、いや、学生が賄賂もらうってなんだ。学生が先生に賄賂渡すっていうのはわかるんだけど。はい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 、回り道、坂道。よかったよかった。ハサミを取られたらちょっとあれだったけど、まあ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 問題ないけど、ちょっとダッシュが使えなくなるのは問題。ふざけるなと。はい、これを、あ、さあ、アイテム、あ、 X で使うの、 Y か、 Y で使うのか、アイテム。今マジで分かんなくなった。もう何すんだよ、ふざけんなよ、潰すぞクソガキ。ここの部屋は何があるんだっけ。いやだー、もうここはスルーします。さすがの選択肢、お前誰だよ、誰だよ。インクレディブルとキム・ジョンウンと、ふざけんな、潰すぞお前。インクレディブルとキム・ジョンウンとプーチン大統領合体したら、お前ふざけんなよ、お前マジで潰すからな、おい。お前何して、お前うるせんだよ、これぶっ潰すぞ。バルディチン、寄っておいでバルディチン。もうざけんなの、潰すぞマジで。いやー、でも今日は順調ですね。
このインクレディブルキム・ジョン・プーチンが見守ってくれている中で、俺は自分の力を発揮する。今ちゅねーバルディ、今ちゅねー、ふざけんなよ、まったく優等生気取りが。おい、俺は優等生気取ってるやつが一番嫌いなんだよ。心の中で一番不良の、心が不良の優等生気取り大嫌いなんだよ。俺はいい子ぶってるやつがよ。どうせお前校内のトイレでタバコ吸ってんだろ、トイレでプレステビータやってんだろ、お前。俺と一緒じゃねえか。俺も中学校の時な、プレステビータをトイレの中でやってバレて殺されたんだぞ、親に。それぐらいの覚悟があるのか。もう何お前、ジャイアンいるじゃん。おい伸びた、おい伸びた、おい、どうせお前、うっそお前、おい、おい伸びた、おい伸びた、やめろってお前、さっきんじゃねえそこで。ですね、喉が死んでいますので、ちょっとイケボでやっていきたいと思います。イケボの出し方っていうのがわからないんだけど、俺とりあえずな、こうやって鼻から声を出してちょっとエッジを聞かせて喋ってればイケボと思われるんだろう。俺イケボの出し方がマジでわからん。とりあえずな、イケボ出してればな、高評価稼げるってことが分かってんだよ。うっそマジでお前、俺は動じないぜ。とりあえずさ、とりあえずさ、もうざけんなよお前よ。あ、いけた。イエーイイエーイ、未来の世界の、やめろってお前、おわかかか、ぷんまべべべ、ぶれべべべ、あー、何の音かな？え？何の音マジで今の？おい。おい、説明しろ。なんだ今のは。ドラえもん、ドラえもん、ほんわかパッパ、ほんわかパッパ、ドラえもん、サンキュー先行。うわあ、うわあ、うわあ、やばいよ、体力がねえよ、のび太くん、僕は無理だ、だダジャコプターの電池がなくなったみたいな、無理だよ僕は。あっ、んのび太くん、そこはダメだよ、のび太くん、のび太くん、ナイス、ざまあ見やがれバカ野郎、はい、ざまあ見やがれ。走れ走れ、俺俺俺、走れ走れ、カフェオレ、美味しいカフェオレは友達。はい、ナイス。ここで体力回復を測っていく。うざ、誰こいつ、うざ、来いよクソ先行。あ、お、はーい、ざまあ見やがれ、なんでやねん。ということでですね、今回から、はい、真面目にやっていこうと思います。はい、ですね、僕ちょっとはっちゃけすぎてですね、ゲーム実況というものを忘れてしまっていました。はい。あるまじき行為ですね。はい。今回はしっかり落ち着いた声で、こうやって皆さんに実況を届けていくわけなんですけど、はい。落ち着いてて、僕じゃないとか言ったやつ誰だ？俺じゃないみたいって。これが俺なんだよ。ふざけんなよ。潰す。6たす7、13、はい、9引く5、4、ぶっ、0!はい、ですね、この先生は教育委員会に訴えた方がいいと思います。9たす1は10だよ。こんなこともわからないのかな、君たちの脳みそは腐っているのかな、夢の国で浄化してやろう。はは、皆さん、7たす3は7引く3はよ。さあ、バルディ先生いらっしゃい。徹子の部屋、ルル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 ル。ハロー、これは罠だ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 。目と目が合う瞬間好きだ。このハゲ、なんかそういうデータあるんですか。ハゲ、あん、お姉さん、これさ、冷静さを書いて実況という何たるかを忘れていたわ。ああ、実況の何たるかを忘れていた俺は、バカじゃねえのかと、はい、今思ったので、今回はですね、しっかり
実況中継をしていきたいと思います。はい、ですね、喉がめちゃくちゃ枯れております。以上です。ふざけるな。さあ、ここにデスノートがあるので、ここに憎きやつの名前を書いていきましょう。誰だ、キノコスタジオと書いたやつは。許さねえ。さあ、何かがあるぞ、ここに。ナイスチョコバー。ハロー。ああ、来てたのなら言え、お前。死にそうだよ、助けてよ。みんな、こうだよ、わかるよ、こんなの学校で習ったんだ。バカなのか、この先生は。なんでそんなことするんだよ。金なんかいらねえ、逃がしてくれよ。はあ、なんて問題を出してるんだ君は。What? ひどいじゃないか。待ってくれよ、僕は何もしていないじゃないか。なんだここは。ですね、そろそろ動画が後半に差し上がって、かかってペッペッペッ、そろそろ真面目にやりたいと思いますよ僕は。もう嫌だよ、叫びたくないよ。叫んで喉が潰れそうです。いや、もう潰れてます。なので真面目にやりたいと思います。とりあえずね、無理そうなので攻略サイトを見ることにしました。ふざけるな。まず全体像ちょっと把握しようということで、はい、地図を今見ております。はい、結構広いんですけど、割とね、いけなくはない構成してますね、マップ構成。はい、ということで、ちょっと順々に出口とかもいろいろ見ていきたいと思います。はい。2の部屋に行ったら、ここか。ここ行って、チョコバーを手に入れる、チョコバーを手に入れる、オッケー。で、パルディが来たら逃げる。そう、巻く。とりあえず、3回目来たら巻くよ。はい、行くよ。よし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 。よし、止まり、オッケー。で、こうして出て、次こっち行きます、こっち行きます。で、ここのコーナーで曲がって、で、ソーダ缶購入しまして、次1個スルーして、ここの部屋入っていきます。はい、で、ハサミを手に入れるんだね、ここで手に入れて、ちょっとね、攻略サイトのマジでやり方見てます。はい、次は真上だね、出て真上に行く、出て真上、こっちに行く。はい、オッケー。次、次のコーナー左にカーブらしい、左にカーブ。よいしょ。来た。ここでハサミは取らずに、ノートだけやっちゃおう。はい。出て左行って上。よいしょ。左行って上です。お前、もういい。なんでもいい。ソーダ缶でいい、別に。ソーダ缶でいい、ソーダ。行くよ、全速力ダッシュ、全速力ダッシュ。もう噛んでるけど、もういいんだ、これは、これで。よし、ここ入れ、よし、入れ。で、これで、ふざけるな、マジ。今どこだ、ここプリンシバルどこだ、プリンシバルがわかんない、これ。うわ、最悪。来てやがる、最悪。うわ。ですね、皆さん、人間には限界というものがあります。はい。集中力の限界というものがあるので、これで最後にします。はい。これをですね、次回の糧にしたいと思います。そんで、今日あったらしっかりビーフジャーキーとドッグフードを食べて、ちゃんと次回に備えたいと思います。はい。まあね、今回クリアしちゃえばそれでいいんだけどね。別にそれでも構わないぜ、俺は。こんだけ急成長したら、クリアなんて目前ですよ。簡単。入って、チョコバー取ります。ここでカーブして、なんでやねん。これでいい。あ、やばい、来てる、やばい。待て、さっきの場所に戻れた気がする。で、今なんかリセットされた。余計なことすんな、お前マジで。ちょっと待って、プリンシバルの部屋、逆に都合がいいかもしれない。ここでノートブックがあるから、とりあえずこれを解いていこう。マップが把握できてない、今マジで。マップ把握したい。あ、ノートあった。正面から来てるのか、どっちだこれ。はい、ということで皆さん、僕から一つ言えることはですね、このゲームをプレイすると喉がぶっ潰れます。